皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日は2023年、10月23日、時刻は11時27分、昨日ですが、朝の5時ぐらいに起きて、6時台に家を出て、琵琶湖、7時台だったかもしれません。琵琶湖まで、私は兵庫県ですから、大阪府、京都府を通って滋賀県の琵琶湖駅、そこから、流れ出てる、瀬田川、そしてそれが、途中で、ダムになっていて、大阪へ供給している、水源の一つだと思われます。あとは京都府の高山ダムや兵庫県の一個ダム、そういったところから、大阪府に、水が供給されていると思うんですけども、まず、京都府の、高山ダム、標高百数十メートルです。一個ダムも百数十メートルです。つまり、大阪府や、少なくとも大阪府でアベノハルカスとかは多分あれ電気で水汲み上げてるでしょう。もう今後一切日本中で、高さ制限かけてください。建物のエレベーターでエネルギーは使用される、水は電気で汲み上げられる。もう話めちゃくちゃです。でもうこれはもう人口今少子化が進んでいて解体できる建物っていうのはたくさんあります。つまりスペースはたくさんできる。4階建てのエレベーターなしの住宅、分譲マンションであってもエレベーターなし、階段だけで、4階建てぐらいまでの高さ、これにも制限かけましょう。でもう今は新しい住宅を建てる必要はありません。これは何度も言っているから、総理たちの、耳には入ってると思いますけども、先にこちらの方の情報は、緊急的に、早く対応しなければならない情報を先にお伝えしておきます。琵琶湖等の撮影が終わった後、宇治川は淀川近くのところまで、行った後、帰りの電車、宝塚駅あたりで、降りて、兵庫県の宝塚市です。そちらから向こう側の、下流を撮影して歩きました。一応それも本日先ほどアップロード、したんですけども、映像は暗くて、まず見えないと思います。自分の僕の喋ってる証言で、受け止めていただいて、蹴ったら結構かと思うんですけども、驚愕の事態が起きていました。向こう側はさまざまな河川からの水が合流していて、晴れの時でも、ナマゼあたり、西の宮市の、北部にあるナマゼと言われる地域があるんですけども、町名だったと思うんですけども、そのあたりの、その向こう側の河川の水量は、大体、河川水門開閉式ダム発電で例えると、中央部に水を集めれば、1メートル ×1 メートルの、河川水門開閉式ダム発電が回転するぐらいの、水量。つまり1秒間で、100リットル近くの水は流れてるはずなんです。1秒間は結構長いですから。で、基本的に河川の幅は広いので、平べったく水が流れている状態なんですが、神戸橋という、尼崎と西宮市の境界線あたりが尼崎市のところなんですけども、そちらの神戸橋の下では水がほぼなくなってるんです。大量の水が流れてきているのに。ということは、地下に、これは確実に染み込んでいるのであって、その地下に染み込んだ水が、周りは特に浄水場は見当たりませんでした。ナマゼ大橋の近くには浄水場があります。だけども、そこの神戸橋のところには浄水場はない。これが私がずっと提唱している河川の底をコンクリート化しなきゃダメだと。これは、私が1980年代小学生の頃、港川の、神戸市兵庫区平野の方にある、河川
そこの、そこは一度コンクリート化はされてるんですけども、私の小学生の頃の時点で、1980年代の時点で、コンクリートの一部が、もしかしたらもっと以前に、割れてる、まあ、分厚さ10センチ以上はあるコンクリートなんですけども、それがごっそりと、まあ、長さで2メートル、まあ、横幅1メートルぐらいで、ごっそりと消失してる、まあ、抜けたんでしょうね。下の元々のその土が、どこかの雨がその地面の中を流れ込んで、地面の中の土を流していってしまってるんですよ。だから空洞化が発生する。で、大雨が降った時のその水の重さに河川の底のコンクリートがだんだんダメージを被ってきて、ゴボッと抜けると。こういうふうなことがあって、そこの下に深さ2メートル以上の、水たまりみたいな形になってるんですね。で、奥はもう見えないです。多分かなり先の方まで、奥のところでそのコンクリートの下の土が抜けてる状態です。だからそこから、大量の雨や、まあ、河川の流れで込んでくる、水が、まあ、地中の中を広がって、神戸市兵庫区や中央区を中心に、もしかしたら長田区も含まれるかもしれません。空洞化がすごく広がっていて、阪神淡路大震災が発生した。テレビで放送されている記録では、明石市の南か神戸市西区の南の方のところが震源地になってますけども、あの時点で、ああ、コンピューターには判断能力はないなっていうことがよくわかるんです。何で、じゃあ確認するかって言ったら、町の被害です。神戸市兵庫区や中央区、長田区、あと、まあ、大阪寄りの灘区や東灘区が一番被害が大きかったんです。片や西の方へ行けば行くほど、兵庫区の隣に西の方に、長田区があり、その隣に、須磨区があり、その隣が、垂水区、その上部に西区があるんですけども、まず西区はほとんど、ダメージを被っていません。家が全壊した例は、ほぼなかったはずです。垂水区、須磨区も全壊の家はほぼなかったはずなんですよ。片や神戸市、長田区、兵庫区、中央区は全壊、例えば、まあ、私の住んでた住宅も、全壊という形で、まあ、他にも兵庫区の建物で、例えば12階建てのまあ、兵庫区か、もしかしたら長田区かもしれません。12階建ての、まあ、多分市営住宅か県営住宅で、1階が、テナントが入っている、まあ、住宅なんですけども、一番下に一番重みがかかってるから、一番下がぐしゃっと倒壊して12階建てのビルがもう傾いてると。神戸市役所も、まあ、上部の重さがかなり重くて、下は多分頑丈には作ってたと思うんですね。基本的に行政関係の建物は頑丈に作られています。裁判所とか見たら分かると思うんですけども、地震が発生しても阪神淡路大震災の時、神戸地方裁判所はびくともしませんでしたから。で、神戸市役所の場合は中央部のフロアがぐしゃっと潰れてるんですよ。だから中央部のフロアのところがどういうふうな構造で作っていたかっていう部分もあるんですけども、作り方に、その変にこう凝った作り方とかを してしまうと、その震災に関するその防御能力をまず第一に考えて、建物は建造しなければならないのに、まあ、おしゃれだとか、おしゃれっていうのは漢字に直すと酒落ちるって書くんですよ。良い言葉じゃないんです。おバカな人相手に使う言葉なんです。で、まあ、神戸市の市役所に関しては中央部がぐしゃっと潰れてるんですね。だから、あと灘区や東灘区の方でも全壊の家屋はあったはずです。で、まあ、それは老朽化、家が例えば2階建ての一軒家に関しても老朽化がどれぐらい進んでるかにもよるんですけども、その全壊になる家屋っていうのはかなり古い家は古いですから、本当に 見た目でも分かります。明らかにこの建物危ないなっていうのが、そういうところはやっぱり大きな地震が発生したら倒壊します。で、今
重要なのは神戸橋の話に戻しますけども、あの状態がもう多分何十年も前から続いているっていうことは、河川の底で空洞がかなり広がっていると考えるのが妥当であって、その先に海があるから大丈夫だって考えている人間は本当に分かってない人間で、日本列島は海面より下にしっかりと地面につながってるんです。そこが空洞化していくと、海面よりも下であったとしても地下、例えば阪神・淡路大震災だったら地下、多分、もうこれはもうコンピューターははっきりわからないぐらいですから、人間もわからないと思いますけど、大体である程度はわかります。大体地下15キロメートルぐらいのところが発生地点です。っていうことは、神戸橋とかの下の水があれだけ大量に抜けてるっていうことは、地下一体何メートルのところまで空洞が広がってるのか。だからまあ最初のところはね、亀裂が入ってるような形で、こう、いろんな形でね、線が入るかのように、亀裂が出来上がっていて、そこに水や、小さな砂とかが流れ込んでいって、重力によって、大雨が降った時に水圧がかかりますから、結構な。それによって、まあ、岩盤地帯であっても石とかが小さな石、まあ、つまり、砂とかのことですね。土じゃないですよ。土と砂は違いますから。砂っていうものは小さな石のことです。石っていう漢字が入ってるでしょ。で、そういったものが当たってるんです。だから亀裂がどんどん広がっていくんです。で、空洞化が広がっていって一斉崩落が起きる、この可能性が非常に高い。だから私が言ってるその、河川の土砂のかき出しを、これ早急に、まあ近隣のところだったら、まああの辺りだったら運動部のある高校とか、まあ一部大学はあると思います。ですので、まあ時間給をつけてあげて、もう重機なんか使ってたら負けですよ。ガソリンなくなりますから。しっかりと、大きなスコップ、シャベルを使って河川の土砂のかき出し。これはもう簡単に、あの河川は幅広いですから、両サイドに持って行ってくれたらいいです。で、石に関しては、先に土砂を両サイドに集めておいてもらって、場合によっては向こう側の下流のある一定の地域から河川の両サイドが、芝生の、散歩道になっていたり、もっと下流の方へ行くと、グラウンドになってたりするんですよ。で、その上まで堤防が来ているので、そこを越えてくることはまずありません。あと作り方ももうもう自分の目でしっかりと見たから分かるんですけども、あの堤防の横幅と、コンクリートブロックで、石垣を組んでいたりとかもしますから、まずあれを突破されることはありません。まあそれを踏まえて、その散歩道のところでもいいでしょうし、その、河川の土砂の置き場ですよ。別に河川の両サイドでもいいです。全然問題ないです。その普通に見えてる河川のところを越えて散歩道のところまで水が水位が来たとしても全然問題ないんです。で、あと河川の底にもともとあった土砂を両サイドに分けてるだけだから、排水能力は全く変わらないんです。だからまず土砂を、両サイドに分けてもらって、スコップとあと一輪車、まあ、手押し車ですね、ああいったもので、で、河川に転がってる石でその土砂を堆積させたところの横を石垣を組んでいくようにして補強すると。で、河川の底一部は深くえぐれているところがありますから、そこに、土砂や、土砂をまず入れてもらって、上の方のところを、ある程度、石で、うまく並べてもらって、で、その上からコンクリートを、隙間、その石の間の隙間を埋めていくような形で入れると、こうすればコンクリートを使用する量は少なくなります。コンクリート の河川の底の広げ方も、グラウンド整備をした時に野球部やサッカー部の人なら分かると思いますけども、トンボでトンボって呼ばれる平たく土を鳴らす、木の棒であったり、ギザギザ付きの金属の、トンボもあったと思いますけども、平らな面の方を使用して、木のトンボの方が軽いから、広げやすいと思いますけども、
もう数十人、数百人で行ったら、簡単に何キロも先まで1日で、トンボで、河川の底なんかコンクリート、で、補修できますんでね、その辺のところ、行政が早く動いて、対応してください。これ、日本中で、私が見に行けるところは、範囲が限られてますから、金銭的にも。日本中の河川、各自、各都道府県の各住んでる人たちが責任を持って、自分の目で確認しましょう。特に行政の人たち。その昆布橋のその例を見たらびっくりしますから。水がほぼ完全になくなってるんですよ。昆布橋のあたりのところで。だからそれまでの河川で地面の底に水が大量に染み込んでるっていうことなんですよ。っていうことは大雨の時とかかなりの量が染み込んでいて、まあ空洞が広がっている。まあこれは現実であると。だからこういうところがはっきりしているので、まずしっかりと対応しましょうというところと、あと東日本大震災が発生した2012年に関して、石油の輸入金額だとか、そういったものを私のホームページで上げてますけども、例えば石炭だったら2兆9千億円台、ガスで7兆5千億円、石油で12兆円以上です。で、それは復興とかでやっぱりエネルギーがいるんであって、で、重機とか動かしたりしますから、トラック、大きな大型のトラック等を含めて、物を運搬したりしますから、瓦礫の撤去とか、まあ、船を動かした例もあります。で、大阪府の方で受け入れてましたから、瓦礫の撤去。で、その撤去した瓦礫のね、処分地として。で、そもそも地震とかが発生しなかったら、エネルギーの消耗が少なくて済むんですよ。で、琵琶湖から、まあ、瀬田川を通って、天ヶ瀬ダムか、まあそういうふうな名称のところも、撮影しています。まあ長さが10キロぐらいあるダムなんですけども、まあそこから先が宇治川というような形になって、まあ京都府の、まあ観光名所とかにつながっていくんですけども、まあそこら辺に関しての撮影ではエネルギーの、その河川水門階式ダム発電や地下水流トンネル発電で大量のエネルギーが得られるっていうことがもうはっきりと分かりました。撮影しに行って、琵琶湖の日本海に向けての、地下水流トンネル発電、これはもうできます。水量を見て分かりました。10月22日に撮影しに行きまして、それまでの天気予報を大体見てますから、夏場越えて滋賀県はそんなに雨は降ってない。だけどもあれだけの水の量があったっていうところで、物事はもう大体確定しました。で、その辺のところはまた別の動画で、内容、アップロードします。今はこちらの内容は危険性が高いところの内容で、もう一度言いますけども、兵庫県の、一個ダム、まあ大阪府にまだ近いところのダムです。それと京都府の高山ダムで、あと琵琶湖から流れてきている、その、まあ、琵琶湖自体がね、標高80メートルぐらいだと思ってください。満水状態で85メートルということになってますけども、まあ、大体80メートルぐらいで考えておいてください。っていうことは、琵琶湖から下ってきている以上、そこから引いている水のところは、もう高さ12階建てのビルぐらいまでしか、水圧で水を供給することなんかできないんですよ。っていうことは、正直もう、50階建てのビルとかって、水電気とかで汲み上げてませんかっていうことなんですよ。いいですか？もう一度言いますよ。高山ダムと京都府の、兵庫県の一個ダムから水を引いていたとしても、そこ高さ百数十メートルしかないんですよ。まあ、だいたい百二三十ぐらいで考えておいてください。っていうことは、50階建てのビルだと、ギリギリ、50階のフロアに水が供給できるかどうかなんですよ。けどそこは両方とも距離ものすごく遠いんですよ。本当にそこから水をろ過して引いてるのかどうか、かなり疑問を私は持っています。後で地図を見せて、さっき地図持ってきた方がいいですかね。失礼しました。
ました。地図の見方なんですけども、まあ、しっかりと映ってるかどうかわからないですけども、ここ、点線でね、水色の点線で車線が引かれてるんですよ。で、これは、その、琵琶湖からの、その、撮影で、世田谷や、まあ、途中のダムとか、宇治川だとか、そういったところでのところの説明で動画を見せながら、まあ、説明するような形になってくると思うんですけども、この点線のところってね、多分、琵琶湖あたりのところから、まあ、多分中に路下機をつけて、あの、山の中を、水道管通してると思うんですよ。で、そこを、まあ、あの、その水道管から、まあ、大阪市内の町へ、水を供給しているのと、あとこちらの、天瀬ダムかな、まあ、あの小さい径が入ってるんでちょっと読み方よくわからなくなる時あるんですね私で、まあ、こちらのダムの水その両方を使用していると思うんですね。でこちらの方のその点線のところが、地図の見方としてその京都府のその高山ダムそういったところから点線が引かれているのであれば、まあ、水を供給してるんでしょうけどもその一番高い水位のところからですよ。それだったらなんとか50階建てのビルまで水を供給水圧でしているんだなということになるんでしょうけども今間のところの地図を見てるんですけども基本的に見当たらないです。だから琵琶湖頼みになっていてで兵庫県の、まあ、稲川という河川の上流部に、一個ダムという数字の1と漢字の1あの始めという字とあと兵庫県の兵庫の、 あの倉庫とかの、漢字の方ですね。ああいうふうな文字を使って、表示されている一個ダムというところがあるんですが、そこもね、多分、点線の線なかった可能性が高いですね。あとは京都府の日吉ダム、天尺湖、天若い湖と書いて天尺と天尺湖と読むんですけども日吉ダムのところからは点線を、まあ、一部引いてるんですけどもそこも標高ものすごく高いわけじゃないんですよ。でその点線の行き先は河川にたどり着いてるんで近くのただそこからどういうふうな形で町の中へ水を引いてるのかわからないんですけどもどう考えてもこれやっぱり高いビル例えばアベノハルカスどうせ水で汲み上げてるでしょ原発があるからっていう理由で夜にもしくは最悪昼間でも平気で電気使って水汲み上げてる可能性があります。でこれは大阪府や兵庫県だけで起きてるんじゃなくて兵庫県はまだちょっとしっかりと調べなきゃこれは分からないんですけども兵庫県も昔は50階建てのビルなんかなかったんですよ。分譲マンションとかでまあ公営住宅もそうなんですけども30階建てもまずなかった12階建て止まりこれは水道線のその水を上部にダムがあることによって水圧によって蛇口をひねったら水が自然と出てくるからなんです。いちいちそんなことでエネルギーなんか使ってたらね先々石油とかガスとかなくなるんですからウラン鉱も含めてで、極端に阪神・淡路大震災の後に30階建て以上のビルが増えてるんですよ。それも5棟とか10棟のレベルじゃないんですよ。神戸市として見たときにもう何十棟と作ってるんですよ明らかに。それは私が撮影してる建てすぎた新しい住宅とか見てもらったら分かります。
まあ12階建て以上のビルがかなりたくさんあります。正直そういったところは怪しいです。だから布引ダムとかもインターネットで調べたらその標高とか分かりますから、そんなに大した高さじゃないんですよ。で、多くのビルをたくさん作った時に、じゃあその神戸市中央区の布引ダムで全てのビルへ水供給できるかって言ったら、それはそれで本当にできるんですかっていう話になるでしょう。一応兵庫県ではダムの数は軽く10を超えます。たくさんダムあります。で、神戸市北区もしくは三田か西宮あたりになってくるんですけども、千狩貯水池っていうところがあります。まあ三田市にある青のダムとはまた別物なんですけども、そこは、太い、水道管を、山の中を通して、多分これは都市部まで引いてるんだなっていうのは、見かけました。まあ直径1メートルぐらいあるような太い、丈夫な、パイプラインですね。で、まあその辺のところの撮影はまた後日行こうかなと思っているんですけども、そこはまあなんとか頑張って歩けば、あのそこの山越えて、そのまま、向こう側まで到達して、で、仙台貯水池のところを、まあ、山道上がっていって、で、その近くにね、まあ、小さなダムですけども、下川下ダムっていうところもあるので、まあ、そこも、まあ、1日でその行ってね、今度帰ってくるとき、まあ、お金があんまりないですから、その交通費、この間の琵琶湖もかなりの出費です。何千円も使ってますので、あの交通費往復で、で、まあそこの撮影はもう完全に歩きで行って帰ってこようと思ってるんで、山越えを2回はしなければならないのと、ダムを登って降りてを、まあ2回ずつしなければならないっていう形になってくるんで、まあ、帰りもしかしたら力尽きて電車で帰ってきてるかもしれないんですけども、そなた今度は交通費がいるということで、あのちょっと、まあ、あのもう正直特命担当大臣とかに任命してもらって、あのエネルギー庁とかので、それで僕は河川の撮影とか行って、ですぐに設置していく、もうこの方が早いんじゃないかなって思ったりもします。まあ、とにもかくにもあの話を戻しますけども、神戸橋、その例を考えて、とにかく河川の水が、下流まで来てるのに、上流部からある一定の水量が流れてきてるのに、明らかにここはなくなってるっていう地点がありますから、多分これ日本全国であると思います。早急にその工事をまずしましょう。で、早く本当に河川水門開式ダム発電を行わなければならない。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、この件は総理や内閣や国会議員の人たちだけじゃなくて、各フィナンシャルグループや大手財閥や工業界の人たちとかも、まあ、経済界の人たちも絶対に知っておいてください。高いビル建てたらもう法律に強い人で、もうその人たちの責任問題追及していきますから、いいですか。50億人以上の命がかかっているエネルギーの残存量問題の方がはるかに上ですから。昔から知ってる人は知ってたんです。高いビルなんか建てたらダメだって、電気で水汲まなきゃならないからって。第二次世界大戦はエネルギーの奪い合いで始まってるんです。資源の争奪戦で。それはもっと昔をたどると第一次世界大戦の頃からです。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、あと YouTube をアップロードした時にしっかりと着信通知が来るように、設定しておいてください。多くの情報を、日々、上げていきますので、皆さんしっかりと覚えて、対応してください。もう建物なんか建ててる場合じゃないですよ。空き家なんかもう1000万件超えてますからね。生まれてくる子供がこれだけ減ってるのに。2003年に個人情報法が出来上がってから20年間で極端な少子化、逆ピラミッド型にものすごい勢いで進んでますから、買い手なんかいませんよ。作るだけ無駄。それを建設業界の人間、末端の人間まで、出来高の雇われの人だろうが日給だろうが、全員しっかりと書類で渡して応援させてください。そしたらこんなこと、こんなもの作っちゃダメだっていうことが分かるから。
建設業界の人たちが。こんなことでお金儲けなんかしたらダメなんだっていうことがわかるから。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。